あ、食い上げた。はい、皆さんおはようございます。今日もね、昨日に引き続いて、いつもの内房テトラにやってきてます。昨日はね、すごい北風で波も高くて、結構ね、全身ビチャビチャになったぐらい、波がありました。今日はね、そうでもないね。むしろ、いい感じの波っていう感じですね。今日はね、濡れることないんじゃないかなと思います。今日は中潮なのかな。満潮の時間に合わせて、ここにやってきました。はい、今日はね、イカでまた大きいのを狙っていきたいと思います。すごいな。はい、じゃあちょっと奥の方からやっていこうかな。ちょっとこの先は、濡れるかな。じゃあこの辺からやっていこうね。おぉ、行かないでよかった。この奥は、あれだね、寒くなるにつれてダメになってきちゃったね。今日は間違いなく大きいの出るよね、これね。クラゲが半端なくいるね。今日はね、イカとオキアミ持ってきてって。イカダメだったらオキアミで行きましょう。今日も北風強いね。でもね、昨日より寒くないね。グローブ必要ない。今んとこ銀歩の当たるしかないね。全然当たりない。ちょっとね、オキアミに餌を変えてみます。じゃあオキアミスタート。うわ、全然当たりないね。おっと、来た来た来た。ちっちゃい、ちっちゃいね。で、ちっちゃいながらもいい当たりだった。はい、これは2センチぐらいかな。はい、ありがとうさん。軽いながらも村添っぽいアタッキーなあたりですね。理想の穴にいないね。ものすごい数のクラゲが浮いてる。全然当たりないね。昨日は4つ5つ釣ったんで同じぐらい釣れると思うんだけどね。あっ、食い上げた食い上げた。なんかあんまりまともな当たりじゃなかったな。がっつり当たりが欲しいのに食い上げました。この子16ぐらいだね。はい、レギュラーだ。ありがとうね、バイバイ。今ね、糸吹けがポッと出て合わせたらかかったんですけど、もっとね、下にギュッて引っ張ってくようなあたりが欲しいよね。よく言いますけど、ひったくられるあたりっていうのが、村添はね、そういうあたりするんで楽しいんで、今のはね、食い上げで糸吹けが出ただけのあたり。ちっちゃいね。今のはね、普通に当たりましたけど、ちっちゃいんで重みがなかった。はい、なんかちょっと赤みがあるね。はい、13センチ14センチぐらい。はい、ありがとう。
痛いて指にまた針刺しちゃった。でっかいの来てくれないかな。やっぱりイカよりオキアミなのかね。完全に当たりが多いね、オキアミの方が。昨日と同じく全体的に渋い感じだね。北風で一気に水温下がったのかもしれないね。2日続けて北風が吹いてる状態なんで、ね、おー来た。なんか合わせるときこれギュッて音するよね、このサウナ。何が鳴ってんだろう。はい、これもレギュラーだね。はい、16だね。はい、ありがとうさん、バイバイ。比較的がっつりあたりが来ましたね。でもあの大きさだとね、ちょっと重さが足りないね。20オーバー頼みます。最近言ってる通りやっぱあれだね、まんべんなく釣れる感じになってきたんだね。でも北風吹いてるけど今日はやっぱ昨日ほど全然寒くないね。うわ、持ってかれた。ちょっとね、かかってるけどね、潜られた。ダメかな。ああ、ダメだ。ああ、ダメだった。切れちゃいました。悔しい。糸の動きでね、持ってかれたの分かってたんだけど、完全に合わせるのが遅れた。ちょっと大きいの狙いでイカ行ってみようかな。ちょっとイカにした途端食わなくなったな。なんかすげえ釣れそうな雰囲気なんだけどな。でかいのすごい釣れそうなんだけどな。すごいでかいの来そうなんだけどな。来い来い。ちょっと最初のところに戻ってちょっとやって終わりにしましょう。こっちはちょっと日が当たってるからちょっと水温も高いのかな。こっちの方がいる感じがするね。今満潮ぐらいなのかもしれないね。グイッと来てる、ほらグイッと。カニ頭を取られた。ちょっともう一回ここからもうちっちゃいの。大きいの来てくれませんね。これ15、16だね。はい、バイバイ。今のはね、落とした時点でかかってたかもしれない。ちょっとね、重み感じてたんですよ、ずっと。それにしても今日は当たりがちっちゃいね。だからね、合わせが遅れちゃう、どうやっても。おら来た、また来た。はい、これもレギュラーだね。はい、16だね。はい、6センチ、バイバイ。
っちゃいのか、ちっちゃいの、はい、オークショー、バイバイ。あんな大きいさ食べちゃうんだもんね。はい、10センチぐらい。バイバイ。でかいの来ないね。はい、じゃあそろそろ終わりにしましょうかね。はい、満潮あたりの時間から、ここね、いつもの内房デトラで、穴釣りしてきましたと。まあ、いつも言ってることですけど、結構ね、魚がね、集中してる感じからはちょっと出してね、意外とね、散らばってるような感じがしますね。ただね、こういうね、波がある状況でね、結構ね、大きいのはね、釣れることが多いんですけど、今日はね、細かいのばっかり釣れましたね。今日最大で18ぐらい、17、18だよね。そのぐらいのサイズしか釣れなかったということで、このね、2日間、北風が続いて、水温が、浅いところはね、だいぶね、海水温が下がってる、でね、ちょっとね、特に大きいのはね、穴の奥の方に入っちゃってるのかもしれないですね。まあ、釣りのね、いいシーズンになって、釣り人もちょっと多くなっちゃってはいるんですけども、皆さんね、寒いんでね、本当にね、着るものはね、いっぱい着て、釣りをしてくださいね。はい、という感じで今日は終わりにします。またねー。